このメールについてですね、ここにですね、マイナンバーが流出しているということで、具体的に個人の方のマイナンバーの番号もこれ書いてあるんですが、このマイナンバーの番号は本物の番号でございますか。日本年金機構水島理事長。当局のホームページにの法令違反通報窓口に寄せられた匿名メールのコーナーでお写しでございます。および、この内容は30年分の公的年金等の受給者の扶養親族申告書に記載された個人情報が中国のインターネットで見られるようになっていると記載されているか、2枚目にはインターネットから到達されている申告書1枚1件分の個人情報が記載をされております。個人情報が記載されております。マイナンバー、このマイナンバーも記載されております。この私当機構といたしましては、この通報メールを把握を直ちに調査に取り掛かっておりまして、外部の専門事業者の調査等を実施いたしました結果、マイナンバー等を含めまして情報流出は生じてないというふうに判断をされ、また委託事業者から中国の事業者に再委託された情報に関しましては氏名と振り仮名のみであったと。これちょっと今の答弁、ずいぶん昨日水島理事長とお会いしてお話を聞いたんですが、そことちょっと違う答弁になっているんですが、これはそもそもですね、3年前にですね、正規格というですね、東京都の豊島区にある会社がですね、年金のデータをですね、厚生労働省から入力してくださいということで受託したと。で、受託したらですね、それをまた再委託しちゃいけないんですね、契約上は。ところが中国の会社に再委託しちゃったと。しかも500万件再委託しちゃった。とんでもないってこと、大騒ぎになりました。国会でですね。それで何を委託したんだと、流出したら困るだろうということで調べたらば、結局ずっと答弁はですね、いやいや、それは年金のマイナンバーとかですね、住所とか、あるいは配偶者の年収とかですね、そういう情報は出てなくて、それは名前とかな、名前と振り仮名だけが500万件入力を委託しただけだよということで、結局終わったわけですよ。まあ処分も多少ありましたが、その時にですね、このメールは一切公表されなかったわけですね。で、これは私は見てびっくりしたのは、ここにマイナンバーも書いてあるわけでありますし、あるいは年収も書いてあるわけでありますし、そして昨日ですね、確認いたしましたら、水島理事長はですね、これは実在する人物で、マイナンバーも年収も、これ正しい情報であると。だからびっくりして調べたんだと、私に昨日おっしゃったんです。朝9時半に私の議員会館に来られて、そういうふうにおっしゃいましたけれども、それはじゃあマイナンバーはこれは正しくないものだということなんですか、さっき答弁でおっしゃいましたけど。マイナンバー、配偶者、氏名、生年月日、配偶者の年間所得等が記載をされております。これに関しまして、基本的に正しいものだというふうに考えていますが、正しい情報であると、ご本人の情報であるというふうに考えておりますが、マイナンバーについて今私がそれが正しいということを確定的に申し上げるわけではありませんので、今差し替えたいと申し上げました。正しいけれども確定的に申し上げられないから控えるっていう、ちょっと意味がなかなか分かりづらいんですが、じゃあいずれにしてもですね、これはどっから流出したのか、これマイナンバー流出してるわけですね。この方はどなたか分からない方がメール来たわけですけど、どっから誰が流出させたのか。はい、どこからかと。どこから流出したか、これが。まずその流出をしてないということを申し上げているわけでございます。我々の調査によりますと、流出をしてないということを申し上げているわけでございまして。じゃあ委員長、はい、ちょっといいですか。長妻昭君、意味わかる。ちょっと一体止めてください。いや、もう一度じゃあ水島理事長、答弁が昨日と今日で異なるという指摘がありますが、それはどのようになるんですか。じゃあもう一回聞きます。はい、もう一回質問してください。これ水島理事長ですね、ちょっと時間をあれなんで、つまりですね、ここのメールにあるマイナンバーとかですね、その年間所得額ですね、配偶者の住所、名前、これは実在する人物の本物のデータだったのか否かというのをまず確認をして、かつですね、その上、このメール、このデータはどこから流出したのか、盗まれたのかという流出経路は分かっているのか、その2点だけ端的にお答えいただければ。私どもに提供されたことは事実でございます。
かしそれが、その情報として流出しているかどうかということについては確認をされておりません。従いまして、そのじゃあどっからこれ盗まれた、それは分かりません。いやいや、これ正しいですか、情報は。本物かどうかはどうですか。情報の内容は正しいです。はい、長妻昭君、これ聞いてる方不思議に思いませんか。情報の中身は正しいと、でも何者かが通報窓口にこういう情報がネット上で漏れてるよというメールを年金機構に起こした。でもこの情報は流出してないとおっしゃいましたよね。じゃあ流出してなかったらこれは誰が、内部の人がいたずらで送ったということですか。日本、これちょっと調べなきゃいけないんじゃないでしょうか。水間理事長、水間理事長、その上で厚労大臣が、どっからか、はい、その情報が私どもに提示、メールとして私どもに提示されたことは事実でございます。しかしながら、その情報が私ども以外に流出しているかということに関しましては、確認をされていません。これはどこから流出したの、どこからであるか分かりません。分からない、委員長。はい、今分からないというお話ありましたので、これ、確認、重大ですから、そしてですね、もう一つ、田村大臣にお伺いしたいのが、このですね、3ページ、4ページ配布資料でございますけれども、これは厚生労働省の部会のですね、下の部会の中にですね、この問題の、これ、正規格のですね、時に、問題が起こった時に、検証作業班というのが作られて、そこの中間報告書のですね、作業未了の未定稿というものを、これも昨日いただきました、厚生労働省に。そしたらちょっと私、驚いたんでございますが、この4ページ目ですね、4ページ目の中国事業者への情報漏洩について、これ、国会で先ほど申し上げました大問題になって、加藤当時大臣も答弁されました。マイナンバーなんか漏れてないみたいな趣旨のですね。で、ここに書いてあるのは中国事業者の情報漏洩について、こういうふうに書いてあるんですよ。ちょっと驚いたんですが、中国の事業者には氏名、振り仮名のみが開示されたとされているが、実際にはその他の情報が開示されていた可能性があると。つまり当時は、いや、漢字とか振り仮名だけですよと、他は一切言ってませんと、こういうことだったんですが、その他の情報という可能性があるということなんで、断定しませんけれども、それがそちらのメールの話とリンクしていたとしたらですね、かなと、あ、振り仮名と名前は500万件が流出しているわけですから、仮にそういうことがあるとすればですよ、これ大変なことではないかと思いますし、なんで当時ですね、正直にメールを開示しなかったのかなという疑問も残るんですが、ぜひ田村大臣、きちっと徹底調査していただけませんか。そこが第三者を入れて検証した結果ですね、まあ、いろんなパソコンやサーバー全部調べたわけですけれども、結果、やはり氏名と金しかないということで、まあ評価をいただいた、第三者にも評価をいただいたということであったわけであります。ただその後ですね、言われる通り委員の中で、いや、やっぱりそうじゃないんではないのか、長妻委員がおっしゃられる通りそういうものがあるわけですよね。だからどっかネット上に流れたりなんかしててですね、そこからそういうものがあるんではないかと言われる方もおられます。しかし一方でこの中間報告を取りまとめるにあたって、いや、そうじゃないんじゃないか、これどう調べてもネット上にもそういうものはないし、あれからもう2年以上も立ってるけれども何のそういうような事象も出てきてないと、だからそうではないのではないかという委員もおられて、結果的にこれ中間報告案ですが結局中間報告になってないんです。つまり意見がまとまらなかったと、まとまらなかったということなんです。ですから中で結果的にはですね、今ですね、そういうことを認められないという今形になっているようです。ただまあどういう事情なのか、私その認める方と認めない方がおられるというので、それに関してはですね、まあ委員長に、どういう事情なのかということはお聞きを、なぜその要するにね、そういう意見が割れているのか分かりませんから、それは聞きますが、ただ中ではそういうことになっておるということであります。長妻昭君、これ私もですね、これ今日取り上げたのはですね、このメールにマイナンバーが書いてあると、で正しい情報だと委員長おっしゃいましたけど、それは初めてなんですよ。今日分かったんですよ、初めて。こんなこと知らされてなかったですよ。3年前、徹底追及しましたけども、なんでこれ出さなかったんですか。3年前、そういうことをおっしゃらなかったのかなと。年収まで、住所まで、名前まで正しい情報が流出して、これここで言わなかったら調べなかったんじゃないですか。ちょっと次の質問最後いきますけど、これ徹底的に調べてください。